さあ、意外と久しぶりになっちゃった。ときめもガールサイド3。はい、やっていきましょう。え、6月 ?6 月です。もう恋の季節じゃん。そうか。6月って、いろんな季節で。いつ行ってもいいみたいなとこあるもんな。いや、そう、まあでも夏にまた差し掛かるからね。はいはい。去年以上にちょっと熱く燃えるような夏にしたいなと思いますが。水着買わないといけないしな。そうだよ。ちゃんと、あ、しかもあれか。定期テストもね近いから、おちょっととりあえず夏に向けての準備、水着買って、はい、勉強して、うん、ちょっとそういうなんか準備の6月にしましょう。そうね。で7月後半から8月いっぱい海行きたいんだったら今から始めないとダイエット間に合わない。いや、そうなのよ。で噴水、はあ、イルカショー、はいはいはい、そんな両方したら先輩大好きなんじゃないですか。そうだよね、これいいね、おあつらい向きだね。うん、なんか前回なんか気づけばすごい玉尾先輩になんかこう玉尾会だったな、玉尾会になっちゃったから、うん、今回こそはちょっともうしだらにちゃんと集中するような、はい、そうだね、はい、プレイングをしていきたいなと思っています、うん。まあ、でもしだら先輩に行くために同学年の玉尾先輩攻めていくっていうのは決して無駄ではないから。いや、もちろんもちろん、そういうことです。あ、しかも27日から恋愛爆上げじゃん。で27日から恋愛ガンガンかな。だからこの6月13から20日まではちょっと勉強につけておいて、はいはい、ってイメージですね。あ、ん、勉強、勉強、メガネ、メガネ、タマオ、おい、もうまたタマオに寄っちゃってるって。タマオ界、また、もうまたタマオ、まだ続く。もう気づけば最後教会でキーってタマオがさ、いや、哲学くん来るかな先輩、君を迎えに来たよみたいな感じになっちゃうから。今回もでも、あ、教会、あ、もうタマオ来た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 来て来て来てる、近すぎ、近すぎちゃったんだよ。玉尾とこうが近づきすぎちゃったんだよ。もう玉尾がもう私たちの勉強見守ってんじゃん。設楽先輩全然来ねえじゃん逆に。本当だよ。嫌われてはないよ。いや、嫌われちゃいないと思う。デートでは割と成功してきたもんねこれまで、ね。いや、そう。でもやっぱまだちょっと好感度アップが足りてないんだな。あ、また玉尾先輩。大丈夫大丈夫、設楽先輩いるから。あ、よかった。だからそういうのをツッコミって言うんだよ。あ、出た、玉尾先輩のお笑い解説じゃない。ああ、いや、それかあれじゃない、文化祭に向けてのネタ合わせじゃねえ、もしかして。この二人で、玉志田ブラザーズ。ダセえ名前、コンビ名ダサいな。行くの、どれだよ、どれだよ、それだよ。またお笑いの話をしてるみたい。でもあの二人が話してると自然と漫才みたいになってくるよね。ちょっともう天才肌の高校時代からの仲良かったやつらがそのままのし上がっていく。あいつらが喋ってるだけで漫才になると言われている。いや、最近高学歴系の芸人も増えてきましたからね。クイズ番組とか出るタイプだこの二人。こんにちは。お前今すぐボケてみろ、今度がツッコミや。え、選択肢。選択肢で、ね、おもろいボケ選ぶの。どれがおもろいかって。え、ということ、めちゃめちゃおもろかったらバッチリ好印象。バッチリ好印象。二人ともゲラ笑いして。そう。いや、笑い方特徴的だな。引き笑いなのかよ、二人とも。いきなりできるわけないだろう。うん、僕だって無理だ。見るのと実際やるのと、まあそうだよな。全然違うんだから。そんなの知るか。ボケとかツッコミとか言われてもわからないから、見てみようと思ったんだろう。いや、お笑い番組教えただろう。うん、レッドサーキット。あ、レッドサーキットってなんか聞いたことある。レッドカーペットの文字じゃないの。ああ、いやでもなんかさ、情報でも出てきてた気するよ。え、出てきたっけ。うん、俺にはテレビを見る習慣がない。一度だけでいいから面白い。うわ、もうお笑いハラスメントだ。わらはらあるよな。もう言われば言われるほどお笑い好きじゃなくなっちゃう。このコンビのネタ絶対見てみろ、絶対面白いからって言って。いや、それそのコンビにと、その芸人にとっても多分あんま損だぞ。そうだよね、ランジャタイとかやって進めてくんだよ。好きなやつこそ絶対面白いからって言って。合う合わないあるからね、お笑いは。なんでそこでそう頑固なんだよ。嫌なものは嫌だ。ちょっともうその優しく見守ろう。ほらもう、先輩だって。ああ、もう見えてんじゃん。玉尾先輩がツッコミでしたら先輩がボケかな。ああ。文化祭楽しみだな。ああ、ここも組むの？ホームエントリー。中川家以来の兄弟コンビ。ああ、コウ君、ルカ君ね。俺らと帰んないか。え、コウ君、ルカ君。一緒に帰ろう。じゃあ、お調子で帰ろう。二人から来てる。二人で帰ろうぜって。たまには贅沢する。これ二人で行ける？向こうからって。うわ、何これ。ああ、何それ。ネタ合わせする。ここでファミレスで。ファミレスでファミレスするか。ネタ合わせっつったらファミレスでしょ。まあね、
そういえば最近の時事ネタで言うとそうだねやっぱりねこの辺やっぱいじっておきたいんじゃないっていうマジで騙すなんだ何聞こっかな学校のことについてかなね2人とも学校はどう俺振りだよ振りだよやりづらやりづらいなね2人とも学校はどう？いや一本のやり方。フリップ。テーブルの下からフリップバン出して。一本のやり方じゃん。学校は。学校はどう？はあ？生活。お生活指導かよ。ツッコミだ。ベベ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 。一本。いや一本取れるかこのツッコミ。まあまあ。そうだな。楽しいよ。おお。思ってたよね。おお。まあこれは確かな。なんだろうな。そうかよかったまあそうだな中学の頃と比べりゃ平和な、うん、中学の頃もっとあそっかこの二人もともと荒れてたもんねルカ君もだっけいやルカは分かんないけどでもこうは恐れられたもん、ね、そうだよねちょっとごたごたあって毎日ピリピリしてるああこれあれか面倒くせえからずらかることにしてで幅がくだ引っ越してきたのでももう今は大丈夫だよねいやそうだよね、あれなんかあのダイナーのやつどうなってるんだっけなあれまだなんか真相はよく分かってないよねそうだよねうんこんなうるせえのが始終くっついてたらだから両親と一緒に暮らしてないっていう情報だけだよねうんそうだな両親は羽ばたき学園都市に住んでんのかなこの二人で住んでそうだからね今うん結構この二人だけ離れてきたのかな近場にいんのか結構遠くでこっちまで来たのかうん褒めたんだよこうはありがとうってさいやこの二人のエピソード気になるなそうだねもうなー魂田に行ってるからな今なうんなんかこの辺のエピソードに関してはただただ野じ馬で知りたいいや本当にそう電話かけよう志田先輩、はい、噴水行く噴水行こうかイルカも行っていいと思う海水族館良かったしじゃあ志田先輩と噴水に行きます、はい、志田ですいやーちょっと今羽ばたき学園そう熱いからなそうなんだよね玉下ブラザーズと ルカ&コーでしょであとはあの大阪半端ないってのピン芸人ピンネタねあ半端ない大阪半端ない大阪なんどんなネタやるんだろうなやっぱかないやモノマネネタでしょモノマネか大阪半端ないってあいつのモノマネするんだそんなんできへんやん普通で、できないことのあるあるを言ってくるんだねできそんなんで夏休みの宿題夏休み開始1週間でそんなのできるわけないやん大阪半端ないって大阪は何でもやるいいじゃんえ新入社員やのにガンガンベテランの人らと仲良くなって一緒に USJ 行くそんなんできるわけないって大阪半端ないって泣きながらそれってそれいいじゃん大阪半端ない半端ない半端ない大阪半端ないってでしたあとしたクール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 ポコでしたと同じやんそこ全く同じやんクールクールクールポコでしたとあそっかクールポコスタイルかいやバクールポコ構文やうわぁ、ええなぁ。楽しみだなぁ。で、一番やっぱ人気格にはやっぱ、うん、ビューティフォーがいるわけでしょあ、ビューティフォー。ビューティフォー、ヒレコがいるわけでしょビューティフォーがいるわけです。ちょっと、そう熱いなぁ。NSC、ここ。いや、ここは、今期すごい、豊作らしいぞ。なんか断られた。噴水。なんで？わからん。なんか、面白がってたら、断られちゃう。電話にやっぱ集中してなかったから面白がってたら踊られちゃったマジかよ賀来さんはいいや図書室でちょっと何またお前ちょっとああ気づいたおいいて悪かったな一緒に帰るじゃあお前も来いあの勉強見てくれるの結構ありがたいかも二人でってことかよければ一緒にどうぞでも学年違くね三人で勉強図書室でネタ合わせね、どこでもやるじゃん、こいつら。飲み込みが早いな。どっち？あ、おう。なんかこれで勉強上がってほしいな。そんな。何これいや、これ俺にじゃなくて、うわ、誰得これ俺得じゃんいや、このさ、俺が寝ちゃって、うん、ちょいちょいっていうのもまあいいけど、うん、それ以上にこれよ。
なんで、なんですか。したらっていう。シャーペンで頭ついちゃうぞって。やめろって、芯入り込んだら抜けにくいんだから。俺、小学校の時に刺されたあのシャーペンの芯、まだここに入ってんだから。この、あの、炭の、鉛筆の芯の粉。ちょっと、したら先輩、へぇ、おでこのこんなところにほくろあるんですね、つって。ほくろじゃない。これあれだ。たまに埋め込まれたやつだ。怖えって。アートメーカー、アートメイクって言って。集中力。あとあれだね、したら先輩やっぱ、財布絶対誰にも取られたくないから、やっぱ手元に置いたまま、ね。いや、筆箱だろ。あれ筆箱か。財布もなんで、図書室の。財布誰かに取られないように、こう、必ずか、ね、抱えてんのかと思って。ああ、そういう主戦度だからお金持ちなんだろうな、きっと。主戦度じゃねえだろ。もうだ。ああ、いいイベント。あ、これはいいイベント。誰のためにやってると思ってるんだよ。うわ、もうこれさ、赤い瞳の設楽先輩と緑のなんかこう玉尾のこのコンビのこのバランスの良さ、どっかで見たことあるなと思ったら、赤い狐と緑のタヌキだ。どん兵衛じゃん。うどんじゃん。この二人、どん兵衛ブラザーズと思ってよ。コンビ名それで決まるの？どんぶら。瞳のイラが。いや待って、どんぶらもいいな。どんぶら。ビスケットブラザーズね。ちょっと待って、これちょっとあなた勢いで玉尾先輩にやってるけど、設楽先輩にももうワンタッチ。あ、オッケーオッケー、わかりました。わかってるなら。いい加減なれろ。そんなんじゃまた赤点だぞ、補習で夏休みに登校しなきゃならないんだぞ。そうか、下先輩そんなに勉強できるわけじゃないんだ。今やっとかないともっと面倒なことになりますよ。何それ、後悔しますよ。いや、な言い方。ここまでやればいいから。なんか、え、昔のことを思い出した。ちょっと待って、これなんか分厚いイベントだったこれ。極厚いイベント起きました。小学生の頃は宿題やる俺の横で、両親がそんな感じだ。え、両親二人ともからシャーペンをこう。したら勉強しなさい。たまおがやろうとしたけど、もうなんか後あるけど。あと、お母さんがしたら勉強しなさいって言わないで、お前もしたらなんだから。そらそうか。したらジュニア、勉強しなさい。いや、ジュニアも呼ばねえだろ。勉強しなさい。しないとこうよ。痛い、お母さん痛いよ。ただの教育虐待だよ。見てらんないって。それ、僕が父親で。私がお母さんってなっちゃうと、もうここができてることになっちゃうじゃん。ちょっとバブミってこと。あ、何、したら先輩私にバブミ感じてるってこと。バブミ感じてんの。マジ急に静かになっちゃって、ちょっとやばいやばい。なんかさ、したら先輩がこの二人くっつけてやろうよ、ね、その顔になって。いやー、ちょっと違うんだって。この二人くっつけてやるかの顔になっちゃってるよ。思ったままを言っただけだろ。うわー、これ私の本当の気持ちに気づいてよって感じだよ。もうなんかちょっと少女漫画みたいになってきたな、本当に、ね、余計なおせっかいっていうか。教わるからさっさと教え。ほらほら、もうこんなことやりだしたじゃん。いや、もうこういうコント入ると本当にその気になっちゃうから、タモ先輩は。いや、ほら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 、ちょっと待ってください。ちょっと前回からやっぱ結局タモイベントが引きずってるんじゃん。まだタモ極厚タモイベントでした。年上の子供ができちゃったじゃないのよ。あなた、どえらいことになってきたな。これちょっとややこしい。いや、でもこっからの設楽先輩が二人を応援してたはずなのに。あー、それは激アツ。うわ、俺はこいつのこと好きになっちゃって、どうしよう。それは激アツ。っていうのは、それはマジで君に届け。君に届けってそんな話じゃないけど。そういう話じゃなかったっけ。ハビカムリンコのフィギュア、分かりやすい話し方、これは怒られるでしょ。めっちゃ怒られるよ。イルカかな。イルカでしょ。イルカがいいでしょうね、多分ね。ルカとイルカとね、名前かぶってるし。いや、好きっしょ。語呂合わせ好きっしょ。まあでも、あのイルカは普通に好きだと思う。うん。あ、てつちゃん、はい。俺に、俺は喜びじゃない。イルカの、はあ、あ、どっち、いい。あー、わかったわかった。なんかこう、普段結構軽いというか、こうね、ライトな感じだからこそ、はいはい、結構すげえいいってこう染み込むように受け取ってくれるし。確かにな、あんまりこんな褒められたことなかったよね。やった、うん、みんなに自慢してくれ。これめっちゃ一番嬉しいじゃん、みんなに自慢してくれるやつ、ね、あー、よかったよかった、大成功。さあ、試験までに学力90、100行きたかったけどちょっと無理だな、これ。間に合わない？多分無理だよね。明日からだよね、受験。まあそうだよね。やまあ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 、でもまあ結構頑張ってあげてきたから、
このさ、恋愛運ってかけた時に関わんのかな、それともさ、その日になんのかな。それだ、ガールズサイド4の時も2の時も悩んでたよね。結局わかんないまま。結局わかんないね、チュニックホワイト。でお化け屋敷、お化け屋敷したら先輩どうだろうな。好きな言われはないよな。まああんまりハマんなそうだよね。いやー、噴水とリル、まあ、イルカショー行くか。どっちかしか行けない感じ。生命の躍動好きでしょ。だって水族館楽しかったもんね。うん、躍動してた。まず設楽先輩と。設楽です。ああ。これさ、恋愛運がいいうちに花火押さえとくか。そうしよっか。うん。うん。花火はだって外したくないもん。いや、そうなのよ。だから今日みたいな恋愛運がいい時に言っとかないと、ただ1ヶ月先の約束できんのかな。いや、まあ言っとこう。でも1ヶ月先だから予定入ってるとか言うなよ、うん、絶対。ないないない。なんで別に。よし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 。ここは絶対押さえたい。はいはい。え、決まってる。じゃあ、モンスター飲んでいるんかね。オッケー、いいです。もういいじゃん。このまま上げていけば、うん、3年目にはもう一流大学行けるほどの能力になってるはず。ああ、ほんと。ローズクイーン射程圏内入ってる。いやー、ローズクイーンってほんと難しいんだよな。でも頑張って目指します。俺は。あれ、運バッチリの方が一番いいんだ。あ、バッチリが一番いい。あ、なるほどね。俺はあの、バラのてっぺんを目指す女。ねえ、バラのつぼみになりたいよ。そうね、ミオちゃん超えらんないな、まだ。なんか最近伸び悩んでね、外骨格。うん。ここなんだよな。ここが難しいんだよな。まあでも、徹子、あと一山越えたら、ポーンと跳ねる気するんだよ。いや、そうだね。今なんか、一個、こう、突破して、なんかほんと、まだ殻破れてないっていうか。一回点数取れたらね、その、勝ち癖がつくんだけどな。今の花椿さんみたいに普通でいいよねって言ってる子いるじゃん。うん。徹子、もう絡むな、ああいうことは。成長しなくなる。普通でいいんじゃないの。常に上を目指せ。よし、じゃあちょっともう一デート目指しますか。うん、で、イルカ？そうだね、イルカも行こう。海うわ、イルカショーなんてルカ大好きだろうな。大好き。イルカが一番好きなんだから。なんで？別に。うん。しまった、駅忘れた。羽ばたき駅。とりあえず覚えとかなきゃ。2個以上デートの時はどこだっけって混乱しちゃうから。しまった、今思い出した。そうだよな、あの唐突なクイズ出てくるもんな。羽ばたき駅、羽ばたき駅で勉強が微妙だから好楽がいいので、ちょっと魅力上げるか。流行魅力チュニック白メガネ、魅力上げるか。あのさ、ラッキーアイテムは何なの？メガネって書いてある。あれわかんないんだよね。まあ一応つけとくか、あるんだったら。持ってはないけど。あ、花椿さんプレゼント買ってあげよう。いい子だからね、花椿も。まだ伸びる身長法。いや、これもういいってなりそうだし。そうだね。いや、でも逆にバレエやってるから伸びたいまであんのか。ニードルレースかリストバンドだな。リストバンドじゃない。リストバンドってなんか何個あってもいいじゃん。バレエの情報をね、うん、生かした方が、生かすとしたらリストバンドがいいよ。うん、そういうとこもちゃんと見てますと。ちゃんと見てるよっていうね。仕草、中身を評価してくれよ。どっちだ？ああ、ちゃんとあるね。そのあの顔じゃなくて性格でみたいな言い方。中身を見てほしいのよ、私は。ありがとう。大事に。これあんま割と喜びだな。いやー、ニードルレースなんか嬉しいんだ。おお、お前ガソスタまで来て、なんで？なんでだよ。なんでだよ。なんでだよ。私ここでバイトしてるって言ってないですよね。なりそうだな。うわー、もうダメだ。設楽先輩に言われてからちょっと結構もう意識してる。意識しちゃうよな。そうか。こんなポロシャツ着てきたら。だいぶ意識してるな。何しに来たのマジで？便所借りに来たの。そうだよな、別に車持ってない学生がさ、ねね、ガソスタに来るなんて。最近決まってんな。いやー、コウ君も来てる。やばい、設楽先輩だけが取りどこ。おい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 。モテキ来てる。まあこうやってホイホイついてく。テツコもテツコだけどな。いや、むしろに誰、大丈夫だ、気にすんな。え、行くぞ。何何のあれ、なんか気にしてんじゃん、めちゃめちゃ。うん、これさ、いや、これこの質問大事よ。お趣味は何ですか。まあ、それなんか広く言った方がいい。ガキの頃から俺ら、うん、いや、俺はヴィンテージの、はい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 、
革ジャンとか集めてる。え、今の俺らっていうのは何？俺とかルカとかってことでしょ。だからその、お茶飲みに行かないって言ったらもうルカがいないけどいいのかなみたいな、なんかそういうことなのかな。ちょっと二人きりになることを意識してるってこと？そこだ、問題は。え？問題？あいつ見境なく俺のコレクションを見つけた。ああ、だから俺らって言っちゃったのか。なるほどね。ぶん殴る。ああ、すぐ暴力に訴える癖があるからな。癖。まず暑いから基本的に脱いでいこう。そうね。メガネはないし。メガネはね、これをメガネと取るかどうかなんだけど。サングラスだっけ、それって名前。あ、いいんじゃないこれ。ただホワイトなんだよね、今のこの季節、シーズンは。うん、ホワイト欲しい。ちょっとでも暑いんだよ。そうだな。もう暑いんだよ。いや、これでいこう。あー、危ねえ、下着てねえよ。え、じゃあもうあの褒められないでいくってことか。まあウルトラシックで褒めてもらう。ウルトラシックで攻めるってことね。うん。ああ、いいじゃん、クリオネの T シャツ。ほんまや、よく見よく見つけたな、これクリオネ。クリオネをクリオネをクリ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 。さっさと行くぞ。うん、オッケー、ウルトラシック。ああ、いいじゃん。上がってます。悪くないんじゃないか。そう来るなら。ああ、いいじゃん。セッションしようぜ、ファッションの。あと、もう、したらすれば結構あれだね。なんか、男らしいというか。ああ、そうだね。結構、イカチ服着てくんだね。襟元開いちゃって。ねえ。イルカショーもあるな。やそらイルカショー見たいですよ。イルカショー。まあ、それもありだな。そんな、安西先生に言うみたいに言う。よくわかったね。何つって。ああ、これ、水族館だからこれ来てくれ。イルカは見てどうなんだろう。癒されるな。あ、いいじゃん、ハマってるよ。ハマってるね。うわぁ、可愛かったとかじゃないんじゃない？ジャンプ力。いや、そうなんだよね。設楽先輩は生命の躍動に感動するから。そうだよね、そうだよね。可愛いよりも、うん、このすごいジャンプとかのこの、うん、絵になる感じ。表面上のなんか評価じゃなくてね。そうなんだ、命というものに感動を覚えるから、うん、そう、それをすごいジャンプだよな。演奏に生かしてほしいし。ただね、スポーツ苦手なんだよな、スポーツが。アクティブなのがあんま好きじゃない。あんなに飛び跳ねてて疲れたりしねえのかなみたいな謎の感想を送ってきたりしねえかな。ルカ君はすごいジャンプでしたね。いや、絶対そう、ね、それ 100%。 あ、待って、レース上げたかったらはないか。お前、飯のことばっかりだなみたいな。あー、なるほどね。可愛かったにしてみる。いや、でも可愛いわね。いや、ジャンプはでも確かにアクティブ回答な気は。あ、どっち、生命の躍動それともアクティブ。いや、さすがに生命の躍動でしょ。躍動でいくか。あ、すごいジャンプ。水がかかっ。なあ、もう。ええ。つうか、これは俺の印象悪くなるのおかしいでしょ。しええー。やっぱアクティブだったんだよ。わあ、もう帰る。あ、めっちゃ機嫌悪い。いや、ちょっと。ちょっと待ってよ。噴水だよ、噴水。で、水のかからないように遠くから噴水見よう。水嫌いなんじゃない？髪型のセット崩れるかもしんないの。全部嫌いかもしんないな。そっち？頭の優しさ触れたばっかりだからすげえつれえな。そうだ、ね、ロックフェスいかん。え、誰と？どうしたろと。行かない、行かない、行かない。だって、クラシック畑でしょ？いや、まあ確かに、その、クラシックやってるからロックとか、フェス行きませんみたいなのは視野が狭いと思うよ。行ってみるか、じゃあ。確かに年一イベントだから行ってみたいな。行ってみよう。うん、夏フェスでしょ、これ。うん。さ、熱い系のやつを選ばなければ。はい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 、はい、で盛り上がって汗かいたねとかじゃなくてね。したらです。ああ、いや、ちょっと待って、取り返せ夏を。早く取り返したい。いや、だってここで成功しないとめっちゃヒエヒエの状態で花火行くことになるよ。なんで。そうだよね。ああ、やばい。噴水、噴水だ、噴水、噴水行きましょう。もう次もう花火です。うわ、なんか玉尾先輩に食。いや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 。そんな、あの、守りの恋愛したくないもん。したら？したら先輩。わかりました。くっしょ。したらです。でも8月はお笑いジャイアントやってるよ。お笑いはなぁ、あんま分かってなかった。いや、お笑いやめた方がいいよ、絶対。うん、あれは玉尾先輩だから。あ、だからそう、玉尾先輩呼ぶっていうね。あー、楽しみー。そこを楽しみたいのは恋愛とか、もう度外視していきたいけど、噴水だ。噴水？噴水。わかりました。え、苦しい。森林公園だよな。うん。なんで？別に。ああ、よし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 。
え、なんで徹子そんなストレス上がってないの今の感じで。上がってきてるストレス先輩。ああ、俺上がってきてるよ。なんかそこズレがあんの。握力もうちょっとで100いける。頑張れ。で、ここデート。はい。いや、無理やりホワイト入れるか。夏暑いか。ウルトラじゃないけど、うん、これで、日焼け止めっぽく見えちゃうね、その手のやつ。ホワイト入ったシックでもいいんじゃない？いやいや、超あり、超あり、超あり。流行だし、シックだし、ウルトラにこだわんなくてもいいのか、別に。うん。振り切るか。ありだと思うよ。おお！いやー、えらー、花火でちゃんと。浴衣で来たかったよー。行くぞ。なんだよ。すごいな。これ戦争って来てるやん。引っ張るな。なあ、今日の服。おお、でこの顔は正面だけど。いや、これありやね。どうですか？どうって。え、なんで？まあ。ちょっと風吹いてきたよ。待って、なんかウルトラシックルもシックの方が喜んでねえか。なんでな。これシックじゃなくてホワイト。これシックにホワ、いや、ホワイトはこれで褒めてくるでしょ。あ、シックの方が好きなのかも。ウルトラにすりゃいいってもんじゃないのかも。そうなん、そんなことある？悪くはない。あと右側のサラリーマン、後頭部長？いや、髪の毛がなんか。いや、いいでしょ。さすがに賑やかだな。うん。はい。花火まで時間がある。向こうを覗いてみる。お願いします。離れるの。いや、いいよ、浴衣いいよ。どうして欲しいんだ。どうして欲しいもん、こうして欲しいもん。言わせるんじゃないわよ。じゃないよ。安いソースがかかった食べ物ばっかだ。ちょっと嫌だな。そんなこと言、そんなこと言えない。そこじゃ、もうそれ込み込みで楽しもうぜ。したらければ、こんなソース食べたこと一回もないけどもな。安いソースって何なんだよ。うん、確かに、いやいやいや、確かにと、お前、同調すればいいってもんじゃないぞ。目線揃えようとすんなよ、平民が。ドヘイミンがよ。いらない。なのに。ああ。いいじゃん。だから美味しそうってことだよね。変に下げばっかじゃないってことね。よかったよかった。早くここを抜けるぞ。やっぱ金銭感覚のズレって付き合いにすごい重要だからね。うん。買っちゃってるんじゃない？すぐ。あ、買っちゃって欲しかったね。我慢できなかったって。もっと評価が高かったら一緒に食べてくれたりしたのかな。ああ。いい場所が取れたな。よく見える。外したくないから、まあ普通に綺麗ですね。行っちゃうよな。玉屋はなんかうるさいって言いそうじゃない？うん。うるさい。夜空に咲いた大輪の花ですねはなんかハテナじゃない気する。いや、ハテナじゃないね。ハテナじゃないな。なんか染みてる感出した方がいいよ。染みときたいね。染みと、静かにしたいんだよな。そうだよね。うるせ、うるさってなっちゃう。そうそうそう。隣にいる人もうるさいと嫌なんだよ。夜空に咲いた大輪の花です。うるさってなっちゃう。うわ、長い長いってなっちゃう。音量のボリュームじゃなくてうるさいもんな。夜空に咲いた大輪の花ですね。うるさってなっちゃう。うるさってなるから綺麗ですね。なうん、ここで行けよ。多くの言葉。いや、そう、よかった。あぶねえ。オッケー、これ覚えとこう。やっぱ多くの言葉いらない。静かでいいんだよ。静かでいいんだよ。余計なこと言わないほうがいい。余計なこと言わないほうがいい。うん、はい、そういうこと。オッケーオッケー。さっさと行くぞ。オッケー。こんな日もたまになる。あー、よかったよかったよかった。撫で方そんなには使わない。あ、すいません。送ってやる。難しいね。送ってくれてんじゃん。おお、送ってきた。くれてんじゃん。散歩にちょうどよかった。じゃあな。急接近。そろそろ来るやろ。おい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 、苦手な携帯ポチポチして、ね、深夜まで起きててよかった。来ると思ったんだよな。うわ、ちっちゃい。あ、打ててんじゃん。いいじゃん。まあこういうのもたまにはいいな。だって、うわー、かわちい。たまにはたまにはたまたまお先輩。ひょっこりしてくんだよ、タマオ先輩。いろんなところにタマオチャンス転がってんだから。まあ、こういうのもタマオにはいいなって。あ、違う違う違う、タマにはいいなだ。もう私は読み間違え、なんで読み間違えちゃったんだろう。飛びついてんだよな。ちょっと待って、カーテンの色、緑色だけど。え、タマオ。タマオ。タマオ。タマオ先輩ごめん。病気だよ。あーでー。ナイトパレード行っちまうか。うるせえか。勉強か。あ、うるせえか。あ、でもあた、ごめん。ちょ、恋愛悪いな。あ、でも8月もう終わっちゃうよ。
こんな恋愛運が悪いなって言って終わってたら、ナイトバレードうるさいのかな。いやこれもう無理やり行ってみるか、ご利用ししてみるか。悪いけど、うん、行こう。黙ってりゃいいんだから俺が。それ幸せなのかな。気に入ってもらうために。いやもうでも本当しとやかに言葉はいらない、一緒にいるだけでいいんだから。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。